これをご覧になっていらっしゃる方は、実際に被災をされた方じゃない人の方がもしかしたら多いと思うんです。もちろん被災された方も見てらっしゃると思うんですが、まあ、我々いつもやってる音楽活動と一緒で、その目に見えないものに想像力を膨らませる、そして自分の思いを伝える、それが伝わる、そして出会い、そして感動が生まれる、そういうようなパワーを使ってというか用いてというか、そういうようなパワーで日本全体がプラスの方向にですね、進んでいけばいいなと、そのように、みんなの方に持っていきましょう。